にと難しい中でその後取り切りたかったんですけど、なかなか向こうの流れに持っていかれた中で、で5セット目本当にチーム力で後から出た選手が踏ん張って勝ててチームで取った印象だったと思います。スパイクに関してやっぱりキブロックになる機会が多かったかなと思うので、やっぱ高いブロックに対しての決め方っていうのの切り替えの部分がもう少し必要なところはあるかなと思います。明日1日レストで空くので、深いリカバリーといい対策の準備をして、やっぱり試合の入りが大事だと思うので、そこをこうみんなでいい入りに持っていけたらなと思います。